これ毛入ってんじゃん。毛なもんか見せてごらん。毛入ってるよこれ。塩昆布だろ。塩昆布なもんかよ。ちょ、お兄さん、お兄さん。これ塩昆布だよね。お兄さん、これ毛入ってんだけどさ。縮れた塩昆布だよね。ねこれ縮、これ、どこの毛かな、これ。何これ、セクハラって。これセクハラ。お兄さん、怒ってんじゃないのよ。じゃ、お兄さんの毛だったらもうそのまま食べちゃうよ、つって。前ね、好きな男がいてね、好きな男が、アパートに髪の毛を置いてただけに、それ、取っといたら、しょうないだっつって。髪の毛とか毛に思い入れあるの。こんな、お兄さん、それ、しょないなよ。葛飾区一のブス面ばば。あれがブスだっつって、あんたもブスだろっつって。え、どっちがブス、お兄さん。どっちタイプ？どっちもブス。あ、じゃあ、焼酎のおかわりと、濃いめで。濃いめでね。あと、お兄さんの体ホットで。あ、こいつも酔っ払ってっからさ、お兄さんの体ホットで。お兄さん、生き石合い、こいつも酔っ払ってっから。あれ、不倫だね。ちょ、乗り込みてごらん、あれ。どれ？あれ、不倫だよ。見えないの、柱が。ほら、ほら。いや、もうちょこいよ。って緑のさ、ほら。あれー、ひどい。あれ、気持ち悪いね、あれ、ほんと。お前も変わんねえじゃねえ。おい、最優なっつってんの、7年前のお前と同じ目してる。初代だっつってんだろうが、バカ。目はメス猫の。お前と一緒だよ。確かにな、昔の私だ、あれ。初代だよ、これ。みつこだ、あれ。でもさ。いいね、大阪で。あえて不倫できるだけいいよね。何しけたこと言ってんだよ。いや、やっぱこの年になるとさ、なんだよ、健康っていうかさ、まあこっちも気使って、市民プールっていうの、やってるって言っただろ。隣町のスーパーに行くことすらしんどいんだ。ああ、もう最近階段も。体力つかないよ。階段登るだけでも。なんだ、切り干し大根が食べたり、蜂蜜大根つけたら食べたり、なんか知ってるよ、知ってるよ。知ってるけど。ああ、じじい、もうそうなんだ。無理なんだよ。無理だよ。何にもそういう気受け入れるしかない。ババアババアであることをもう受け入れるしかない。だからさ、もうこんな体力だからさ、もうだってブスババアと飲むことぐらいしかない。誰がブスババアだっつってな。それぐらいしか暇つぶさないんだよ。お前、あれどうなったあれは。お遠藤さんは。遠藤さんどうなった？いた。え？いた。あいつ、しょうもねえな、あいつな。みつこがたきつけたんだよ。いや、こっちはもうさ。お兄さん、ちょっと現役で持ってきてあげて。こいつ今日飲むから、ちょっと現役で持ってきてあげて。前、それやってさ、後悔しただろうがよ。今日はしょうがねえだろ、お前。こんなブス、こんなブス。お前がブスなの？ブスに恵みの手をってね。いい、男はでもいいの。お前がたきつけたからさ、みつこが焚き付けたからそういう感じになっちゃったけどさ、別にこっちはやる気なかったんだから。好きな男へ行っただけいいだろ、お前さ。家族もいいんだからよ。家族だってもう独り立ちしてるよ。家族もさ、離婚だってこっち取るから。家族もさ、いよいよいなくなっちまった。最近なんてもう帰ってもよ、一人で、あれ見てるだけだ、あれ。危ないデカ。立ち印いいよね。あら、いい男だよ。まあ、私はあの部分が立ちひろしになってる男が好きだよ。ほんと下品だよ、ほんとによ。はい、芸歴持ってきたよ、でもね。ほんとに早く。デカはデカでも、デカ物が好きです。泣いてんの？みつこ。うるせえ、バカやろ。まあ、こんなブスでもよ。飲んでくれるやつがいるだけいいなって思って。何泣いてんだよ。葛飾区の赤鬼って呼ばれた女だよ、ばよ。うるせえ、青鬼。赤鬼と青鬼でやってこうよ、これから。お兄さん、早くさ、ね、現役二つ持ってきて。それか、お兄さんの体は、鳥皿二つで、お兄さんの体シェアするからさ。冗談ね。冗談なもんかよ。お前酔っ払ってるから。お前立たれてんじゃねえよ。邪魔じゃねえよ。邪魔じゃねえよ。本当によ。何泣いてんの。